目が超悪い方はメガネ一番。本番いきます。加賀のショップがありますよね。監督の歯よー、メガネ市場がおすすめだよということでですね、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。首吊った。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。早速なんですけども、監督メガネをかけております。このメガネですね、5年ぐらい経っているかな、わかりますかね、かなり削ってんですけども、メガネの販売店の目が悪い人ランキングとかもしあったらですね、おそらく毎回更新しちゃうぐらい悪いです。メガネをかけ始めたのが小学生の時、家ではメガネをかけてるけども、まあ、学校に行く時はメガネを外してるみたいな、中学生でメガネデビュー、それからですね15年、20年ぐらいですね、メガネ生活をしております。もう常にメガネと共に生きてきたと言っても過言ではありません。幼い頃ですね、サンタさんのお願いごとに、起きたら視力が 2.0 になっていますようにとですね、本当にガチで願ったぐらい悩まされ続けてきました。監督思いました。いや本当に毎日朝起きてメガネをまずかける、この日課を外したい。というかもうメガネをかけていると人との距離感があるなみたいな、わかります、わかりますか。はい、メガネがない人だとしたらもう1対1でも向き合いますみたいな、やっぱそのメガネがあることによってちょっと人との壁がね、ちょっとできちゃうなというところがあります。多分2、3年前ですかね、眼内レンズって言って、目の中にレンズを入れちゃうみたいな、そしてメガネをさらばみたいな感じでですね、考えてですね、実際に行きました。でその書類がですね、今残ってるかな、ちょっと見ていきます。捨てました。はい、データがないんでちょっとわからないんですけども、大体その頃ですね20万ぐらい貯めまして、でその結果ですね、ちょっと視力が悪すぎてその手術ができませんという結果でですね、新しく、案内されたのが、ちょっと名前を忘れてしまったのですが、手術がありまして、それが監督の目の状態ですと約50万くらい。50万ですよ、もう無理。はい、というわけでですね、そろそろ買い時かなということでですね、メガネ新調決断しました。メガネって言ったら加賀のショップがありますよね。監督の母がですね、メガネ市場がおすすめだよということでですね、メガネが一律ですね2万円で作れてしまうというですね、メガネ業界で画期的なサービスです。普通のメガネショップだとやはりその視力が悪いですね人がですね行きますと、どん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 レンズが厚いので、その分だけ上乗せされて3万4万5万6万とですね、やばくなってくるんですよ。それがなんと今の時代ですね、どんなに視力が悪くても2万円で作ってくれるという店がメガネ市場、おすすめです。行ってきました。まずその店舗に入りますとですね、いっぱいずらっとメガネのレンズが並んでるんですよ。まあ担当の方がですね、おじいちゃんでした。まあおじいちゃんと言ってもですね、まあ定年はいってるかなというぐらいですね。まあただですね、その接客に関しては個人的に120点です。なんかもうダンディーで渋かったですね。まあ白髪混じりなんですけども、まあピシッと決めて、おじいちゃんに診察とか会計とかをしてもらいました。緑と赤どっちが濃いですか？ごっついメガネガチャって装着してレンズガシャって入れて、A と B どっちみたいな感じでですね、まあ、全体的にやっぱりその視力はですね下がっておりました。これは仕方ないですね。まあ仕事もですね、パソコンを見てやることですし、家に帰ってきてもやっぱりその編集ですね。基本的には1日の半分以上ですね、パソコンとにらめっこをしております。2万円なんですけども、オプションをつけることによってまあちょっと加算されていきます。で私監督なんですが、つけたオプションが2つあります。まず1つ目ですね、傷防止対策、これ絶対に必要です。皆さんちょっとレンズが汚くなると、ちょっと水で洗って拭くんですけども、それで傷がついたらですね、そのメガネって結構長く使うんで、ここはやっぱりそのコーティングしたいなみたいな感じですね。まああとは美肌効果、美肌効果をですねつけたいといったところですね、なんと私監督の視力ではですね、もう対応外でした。もうねそれくらい悪いんですよ。というわけでですね、そのレンズに明るさを足すというですねオプションをつけまして、一つ確か3300円、2つまでで言うと4400円ぐらいかな。傷防止とレンズの明るさをつけるものをプラスしまして、合計金額が 24,200円となりました。ちなみにその会計の時にですね、買わせていただきましたパールシージェット、現在ほぼマスクをつけてるかと思うんですが、もうメガネが曇るんですよ。もう息を吐くたびにもうどうにかならないかとずっと困ってたんですけども、ちょうど入荷したよということですね、メガネレンズ曇り止め、こちらもですね、まあ1000円ちょっとするんですけども買わせていただきました。あと5本ぐらいしかなくてですね、待ってましたともうおじいちゃんに言いましたよ。クリームが出て、それをなんか塗り込むことによってですね、曇り止めになるということです。メガネかけてる人分かると思うんですけど、フーってやるともう普通真っ白になるんですよ。でも全然ならないんですよ。これめっちゃいい、これむちゃくちゃ便利です。もう見て、フーフ
全然曇らない。発明ですね。概要欄に貼っておきますので、ぜひおすすめです。メガネレンズ。これももらいました。それではですね、新しいメガネが来る1週間後のですね、自分にバトンタッチをしたいと思います。では。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。メガネですね、新調してきました。で、目が慣れていないので、っていう感じですが、メガネ市場と書かれております。猫がメガネをかけております。ケースもらえたので、監督はですね、こちらのおしゃれな木。ここにも、メガネ市場という刻印が彫ってあります。いい音。で、こちらですね、まずカラーレンズということで、少しですね、肌色っぽい、まあ、ピンク味がかったと言ったらいいんでしょうかね。少し色がついております。まあ、これがですね、ちょっと顔をソフトフォーカス的な感じに仕上がるかと思います。そしてなんと見てください。こちら、もう超分厚いんですよ。分厚いですね。以前のメガネと比べてですね、横幅が長くなったので、その分だけの厚みがもう出ちゃってですね、最初との見た時ね、うわ、何この虫メガネって思いました。特徴としてはですね、このレンズとこのフレームにちょっと差があるんですよね。まだ慣れない感じがしますね。結論としましては、やはりこのメガネをかけると結構地面が湾曲してるんですよ。グワーンというですね、遠くを見る分にはですねすごい見えるのですが、近くを見るとひどくてですね、今まで使っていたメガネに関しては、まあ、普段使いしていこうかなと思います。で、今回のニューメガネに関しては、外に出歩く時ですね、あと映画館で映画を見る時はこのメガネを使って、普段は今まで使っていたメガネを使いたいと思います。はい、というわけでですね、このメガネ市場なんですが、オプションパスをつければ少し料金は上がるのですが、でも2万円ということでですね、視力がとても悪い方はですね、メガネ市場コスパ最強です。今回の動画は以上となります。今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。